まあ、僕は確かにファーマーなんですけども、だからファーマーという肩書きの他に5つや6つや肩書きがつくぐらいいろんなことをやって、そのうちの中で一番まあ大切なのはこうナチュラリストであることっていうのが立場なんですよ。でそのために僕はここで暮らしていて、このすぐ裏山には、哺乳類でいうと、まあ、熊ももちろんいるし、天もいるし、オコジョワイタチもいるし、あらゆるものが生きてるんですよ。そういう生き物との接触がすごく好きで、だからここに僕はいるっていう、That's why I'm here っていうようなことなんですね。だから僕はここを選ぶというのは明快にはっきりしてるんですよ。